あし、ということで、今日もあつ森やっていきましょうか。おお、バンタム。なんかさ、めちゃくちゃ可愛い手提げ。はい、どうも、ということで、本日もあつ森をやっていきましょうか。皆さん、おはようございます。で、今日は、2021年、6月7日、月曜日、ということで、魔の月曜日ですよ。皆さん、今週も頑張っていきましょう。さあ、気づけば、夏も本格的に始まりましたね。で、今日は夏ということで、夏の風物詩、夏の貝殻集めについて説明していきたいと思います。皆さん、夏の貝殻は集めてますか？どうでしょうか？いや、どうなんだろう。去年からあつ森をやってる方であれば、当然のごとく、すでに入手されてるかもしれませんが、6月になり、夏ということで、このね、夏の貝殻が海岸線沿いに落ちているんですよ。なので、これを入手して、夏の貝殻家具を作りましょう。で、今日はね、夏の貝殻家具についてお話をさせていただければと思いますね。お ジョニー、お前も夏の風物詩か。口の中がしょっぱい。ジョニー、懐かしいな。なんか、お前を見ると、安心するわ。さあ、モンスターハンターの世界から帰ってきましたよ。で、今ですね、入手した夏の貝殻なんだけど、これをね、36個入手したら、夏の貝殻家具をコンプリートすることができます。で、今から詳細について話していければなと思いますね。あとは、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。で、早速内容に入っていきたいわけなんだけど、先ほど申し上げました通り、夏の貝殻シリーズ、こちらはですね、夏の期間限定で、具体的には北半球で6月1日から8月の31日まで約3ヶ月間入手することができます。なので、まあ約3ヶ月間っていうことなんで、まあ期間限定なんですけど、結構長いんですよ。なので、そんなにね、焦って入手する必要はないのかなと思ってます。まあそんなこと言ってるとね、すぐに期限が来てしまうんで、早めにやっておいた方がいいと思うんですが、レシピに関しましては毎回恒例で、風船から入手することができますね。いやー、またまた風船か。まあ去年コンプリートされた方であれば問題ないと思うんですが、今年から始めた人は結構大変だぜ。あとはですね、風船は時間が0分または5分の際に出現します。もっと厳密に言うと、今時計が8時21分を指してると思うんですよね。で、8時、8時5分、8時10分、8時15分、8時20分みたいな感じで、5分ごとに風船が流れてきます。なので、海岸線沿いで待ち構えておいたら、大量に風船を撃ち落とすことができます。で、もちろんですね、風船っていうのは風の影響を受けるんで、風上から風下に向けて流れていきます。ですので、風上に立ちましょう。まあ詳しい内容につきましては別の動画で語ってるんで、もし詳しく知りたい方はね、ぜひ過去動画を見ていただければと思います。では、次は具体的にどういった家具があるのかっていうところなんだけど、まずですね、南の海の壁、海の底の床、星の砂浜の床、貝殻ポシェット、貝殻のステッキ、水面の床、貝殻のリース、水中の壁紙、そして夏の貝殻のラグ、こちらを入手することができます。どれもおしゃれなんで、ぜひゲットしておきたい代物ですね。そして一点注釈なんですが、貝殻の家具は夏の貝殻を使ったレシピだけではなく、通常の貝殻を使った家具も存在するんですよ。まあ皆さんすでにご存知かと思うんですが、こちらっていうのは入手方法が異なるんで、そこだけ注意をお願いします。で、家具の話に戻るんだけど、全部で9種類です。で、コンプリートに必要な個数は36個で、とりあえず夏の貝殻最低でも36個ゲットすることができたら、その時点で、無駄に使わなければコンプリートが可能っていうことですね。逆に言うと、夏の貝殻は最低でも36個必要になってくるんで、ぜひ早めにゲットしておきましょう。で、夏の貝殻なんだけど、出現に関しては完全ランダムになります。なので、できるだけ毎日やった方がいいかもしれませんね。ひたすら海岸線沿いを歩き回るみたいな感じで。あとはですね、今自分の島にいるわけなんだけど、離島でも夏の貝殻をゲットすることができるんで、もしギリギリになって間に合わないってなったら、離島に行って夏の貝殻を大量にゲットするっていう手も残されてるんで、ぜひね、そちらの方も覚えておいていただければと思います。ちなみにね、さっきちらっと見えたと思うんですが、このね、夏の貝殻のラグ、実はね、11月に行われたアップデートで新たに追加されたものになります。で、こちらですね、
新レシピの家具になってますので、まだ入手されてない方が大量にいると思うんですよね。ですのでぜひ皆さんこれを機会に夏の海岸のラグを作ってみたらどうでしょうか。その前に風船を撃ち落としてレシピをゲットする必要があるんで、これがまた大変なんですよ。なので頑張って風船を撃ち落としましょう。まあ、そんな感じです。まあ、今日の話は一通り終わったかな。夏の貝殻シリーズということで、いやーけどね、夏の貝殻は本当に動物森で夏の風物詩なんで、ぜひね、去年貝殻集めをやった方も今年も頑張りましょう。今年も頑張りましょうよ。せっかくなんで。いやーけどね、夏なのか。全然夏って感じがしないな。ちなみにさ、皆さん夏休みは具体的にいつから始まりますか？いつぐらいから始まるんだろう。多分7月の4週目とかかな。もしよろしければ、いつから夏休み始まりますよ、みたいな感じでコメントしていただければ嬉しいですね。よろしくお願いします。お、やんしゃ、じくくん。トビー、どうした？今ね、トビーくんみたいにかっこよくなるには、ほほほ。かっこよくなるにはか。まあ、確かにかっこいいちゃかっこいいけど、まあ、どちらかというと、かわいいって感じがするような、トビーに関しては。あんまりね、かっこいいっていう印象はないかな。まあ、どうなんだろう。うん。まあ、中性的っていう言い方が正しいんだろうか。なるほどね。トビー師匠に日誌は習ってるっていうことか。かっこよくなるためのコツを。彼は僕のこと、買いかぶりすぎてるようだけど、それな。買いかぶりすぎっていうか、おだてすぎじゃないか。まあ、何があったのかわからないけどさ。あくまで個人的なトビーイズムを伝えさせてもらうね。おお、トビーイズムいいじゃねえか。教えてくれよ。まずはタイトな服を着て、ボディーラインを強調するんだ。おお、そうなんだ。まあ、確かにトビーくんが今着てる服は、結構ボディーラインが強調されますね。それから、膝見えてた方がセクシーでいいよね。果たしてニッシーにセクシーさ必要なのか。うん、うん。わあ、タルトだけじゃなくてピザも注文するのか。どういうこと。もはやさ、話通じてないけど大丈夫これ。全然大丈夫には思えないけど。それから相手を否定しないソフトな対応、つまり思いやりの気持ちが大切だよ。お前まさかソフトクリームとか言うんじゃねえだろうな。なるほど。最後はデザートか。お餅が入ったソフトクリームかな。くっそ、こいつやっぱりダメじゃねえか。ソフトクリーム、お餅が入ったソフトクリームってどういうソフトクリームや。やばくないか、冷静に考えて。お餅とソフトクリームって全然違うじゃねえか。まあ、ショートケーキとカレーぐらい違うわ。見た目だけじゃなくて大切なのは心だってことさ。マインドコントロール、えへへ、美味しそうだね。いえ、なんかコントみたいやな。っていうかさ、最近住民同士の会話でコントみたいなのが始まるんだけど、コント多すぎないか。ねえトビーくん、お前らさニコイチだな。おやおや、今度はどんな用ない？安心きたぜ。社畜くん、勇気の出し方を教えてあげるよ。成功するというイメージをして、とにかく飛び込んでみるのさ。何もやらずに後悔するより、やってみて後悔した方が健全だろ。もし残念な結果で終わったとしても、僕は君のことを誇りに思うよ。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもあつ森動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。